はい、レストラン前の箱です。今日は映画ブレードランナーについてお話しします。本題に入る前に、今の布袋が最高の布袋、これは布袋寅泰さんのモットーなんですけど、常にいろんな人とコラボして進化していきたいっていうようなことだと思うんですけど、昨年末に公開された布袋寅泰さんの新曲フリーダムインザダークのミュージックビデオのシーンなんですけど、その中でブレードランナーの世界観を模したシーンがあるんですよね。ダイハツのロッキーの CM にも使われてるんですけど、ロッキーがこういうギターリズム柄になってたりで、ブレードランナーに出てくるプリスっていうレプリカントがいるんですけど、そのレプリカントの髪型、髪の色がギタリズム柄になってたりするんですよね。ミュージックビデオの冒頭に東京ノーベンバー2019って出てくるんですけど、昨年12月に公開されたのに11月なのは不思議に思う人がいると思うんですけど、これは映画ブレードランナーが2019年の11月に物語が始まるっていうことで、これをまあオマージュして布袋さんがこのミュージックビデオでオープニングにこれを持ってきたんだなと思います。まあ、その辺の遊び心が面白いなと。このブレードランナーっていう映画自身も今まで何回かバージョンアップされてきて、常に進化した映画で、そういった意味でもその布袋さんぴったりな映画だなと思っています。では本題に参りまして、好きな映画の好きなシーンを語るなんですけど、このブレードランナー、監督はリドリー・スコット監督、作られたのは1983年で、描かれたのが先ほど言いました通り2019年の11月から2020年にかけてを映画化したものですね。で、原作はアンドロイドは電気羊の夢を見るか、フィリップ・キンドレッド・ディックさんの作品なんですけど、他にも、トータル・リコールとかマイノリティ・リポートとか、そういったものの原作を書いている方ですね。この原作には、ブレードランナーとかレプリカントっていう言葉が出てこなくって、アンドロイドがレプリカントで、捜査官がブレードランナーっていう風な感じになってて、ちょっと、リドリー・スコット監督はレプリカントっていう言葉を使ったのは、アンドロイドより機械と人間の間に位置するものって感じでレプリカントっていう言葉を使ったみたいですね。このブレードランナーの好きなシーンなんですけど、舞台は2019年のロサンゼルスなんですけど、街は日本語があふれてるんですね。そういった世界観になってるんですけど、リドリー・スコット監督が2019年のロサンゼルスに日本語があふれてるっていうのを、その設定は来日した時に新宿歌舞伎町に行ってイメージして、それをこの冒頭の日本語があふれ返っている世界っていう風なものに起用したみたいなんですけど、なんか最近ちょっと違うなと思ってるのは、Amazon ビデオかなでちょっと配信されている高い城の男っていうビデオドラマがあるんですけど、それが同じクリップキンドレッドディックさんの作品で、その高い城の男っていうのはアメリカが日本とドイツに占領されてるっていう、そういった SF ものの小説なんですね。それを
Amazon TV で流してるわけなんですけど、リドリー・スコット監督が本当はだからその別の作品の案っていうのをブレードランナーのところにも持ってきたのかなと思うんですよね。アメリカが日本とドイツに支配されてて、ロサンゼルス側が日本、ニューヨーク側がドイツに支配されているっていうようなドラマが、高い城の男っていってヒップキンドレッド・ディックさんの別の作品でそういったものがあるんで、それをその案を利用して作ったのかな、その設定をブレードランナーにも持ってきたのかなと。本当はそっちの方が正しいんじゃないかなと最近は思っています。まあ昔から映画は好きだったんですけど、自分が料理人になってからですね、映画の中に出てくる料理っていうのが気になるようになりだして、で昔は気にならなかったのに、この映画に出てくるこの料理はなんか意味があるんじゃないかなとか思うようになりて、そういった視点で映画を見るようになったんですね、大人になってから。そういった意味でこの冒頭に出てくるブレードランナーのシーンでも料理が出てくるんですけど、あの料理が実際は映らないんですけどね、料理が出てくるシーンがあって、冒頭屋台の寿司屋で主人公がその屋台に入って何かを4つくれって言うんですよね。それに対してその屋台の寿司屋の親父が2つで十分ですよって言うんですよね。この日本語で言うんですよね、ロサンゼルスなのに。このシーンがすごく印象に残ってて、大人になった時にこのセリフってなんか意味があるんじゃないかなというふうに思い出して、でこれをネットでいろいろ調べていろいろ考えたんですよね。そのメタファーっていうのがあるんじゃないかと思って、料理の中に隠されているなんかこれからのことを暗示するようなものがあるんじゃないかなと。主人公は4つ欲しいって言ってるんですよね。それに対して寿司屋の親父は2つで十分ですよって言うんですよ。未公開 DVD っていうのが存在してまして、この料理何が2つで十分なのかっていうのがその未公開 DVD には載ってて、どうやら丼みたいなんですね。何かが載ってるんですよ。日本2つで十分ですよ。どうやらこれが深海魚みたいなんですね。深海魚。物語の設定では世界大戦で生き物が本当に少なくなっちゃってて、食べるものがないみたいなんですね。生き物が少なくなったので生き物の価値は上がってて、その分作られた機械ロボット、アンドロイドっていうのは価値がないものっていうようなすごく差がついてて、生き物はカエルとかそんなものでも貴重に扱われるんですけど、そういったことがあったんでこの料理っていうのはどうやら深海魚で、このすごいゲテモンなんですよね、この深海魚っていうのは。このどう考えても2つで十分なんですよね。ちょっと映像を見てもらえば分かるんですけど、これを4つも食うって
どんだけ腹減ってるんだって思うんですけどね。とてもじゃないけどこれを4つも食えないなとか、2つっていうのももう1つでも十分だと思うんですよね、セリフ的には。だったらやっぱこのセリフにも2つで十分ですよっていうのをがやっぱり2つと4つっていうこのやり取りに意味があるんじゃないかなっていうことで、ちょっと映画を2と4という数字に注目して映画を考えてみて、一つ思いついたのがアンドロイドの寿命っていうのが映画の設定では4年って決まってるんですよ。アンドロイドの寿命を4年に設定したのは、4年経つと感情が芽生えて人間と区別がつかなくなるからっていうふうなことでアンドロイドの寿命を4年としたみたいなんですね。物語は2017年に作られたみたいですね、レプリカントは。舞台は2019年なんで、4年経つ前に自我が目覚めたアンドロイドたちが人類に宣戦布告してきたっていうことなんで、どうやら主人公が4つくれって言ってたのは自分に自我が目覚めるまでの4年間の期間をくれって言ってたのかなって考えるんですよね。それに対して寿司屋のおやつが2つで十分ですよって、2年経てばもうアンドロイドにも感情が生まれてしまいますよっていう風な感じで2と4っていう数字でのやり取りにしたのかなって思うんですよね。どう考えてもその深海魚の場面を見ていただければ、これ2つくれって言って1つで十分ですよ、でそっちの方がスマートだと思うんですよね。この深海魚のものを見た感じだと、それを考えるとこの4と2っていう数字やこのアンドロイドの寿命に対してのメタファーじゃないのかなって最近考えるようになってきてます。もう一つ面白かったのは、冒頭日本語が溢れてるんですけど主人公が言うんですね、寿司って。前の女房に寿司って呼ばれていたって言うんですよね。でその寿司っていう意味は冷たい人間っていう意味らしくって、冷たい人間を揶揄して寿司っていう風に表現してたみたいで、前の女房がそれで別れていったって感じで、でそこにもその主人公が冷たい人間で主人公自身がアンドロイドじゃないのかなっていう風に謎かけみたいなのしてるみたいで、冒頭にそこがすごく好きなシーンなんですよね。この冒頭の2つの寿司っていうのとその2つで十分ですよっていう、ここがこの映画の僕が一番好きなシーンですね。この映画はオリジナルは監督の意に沿った映画化がされてなかったみたいで、1983年に公開されたんですけど、その時はハッピーエンドで終わってるんですけど、実際はそのエンディングはどうやらリドリー・スコット監督が付け加えたハッピーエンドじゃなくて、ものじゃなくて勝手に制作会社側が付け加えたハッピーエンドみたいで、そういった意味で何度か修正されてるんですよね。ディレクター版とかファイナルカット版とか、常にこの映画自身が進化するような形でこうどん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 バージョンアップされてきて、でその分必要な説明文とかセリフとかがなくなってきてるんですよね。映像だけでそれを見せようとしているんで、だから
ファイナルカット版をいきなり見た人はなんかよくわからないなと思うんですよね。ちょっと勉強して見ていかないと。そういった意味ですごく難しい映画だなと思いますよね。監督自身が主人公がレプリカンとかどうかっていうのを明らかにしてない部分があるんで、僕はどっちかっていうと主人公もレプリカントなんじゃないかなって思うんですけどね。というのは原作はそうでもないんですけど、小説のフィリップ・キンドリッド・ディックスの後に出したブレードランナー2っていうのがあるんですよね。これは K.W. ジータさんっていう方が書いてるんですけど、これではオチ的にはもう完全に主人公もレプリカントだったっていう風なオチになってて、はっきりしちゃってるんですけどね。映画的にはそこはちょっとぼかしてて、主人公が人間なのかレプリカントなのかっていうのはちょっとぼかしたまま終わってるんですけど、まあ、そこがまた面白いところですね。考えて、自分たちで考えて想像して楽しんでくださいって感じで、今日は映画ブレードランナーについて語ってみました。で、まあ結論としてはそうですね、これから AI っていう、まあリドリー・スコット監督が26年前かに描いてた今っていうのは結構近いものが、まあ車は飛んでないんですけどね、結構近いものがあって、 AI に自分の感情が生まれるのが2019年、2020年あたりかなっていうと、もうその当時は AI っていう言葉もなかったんで、この人々の仕事とか取って代わってるっていう風な時代になってきて、僕も進化していかないと AI が料理を作っていくっていうような時代が来るのかなって思うと、僕も負けずに新しい料理を作っていかないといけないなっていう風に思っています。以上、あんまりうまくまとまんなかったんですけど、好きなシーンは、まあ、冒頭の屋台のシーンが面白いんで、こういった感じで見ていただければ冒頭のシーンも楽しめるんじゃないかなと思います。これからも、まあ、好きな映画の好きなシーン、それに出てくる料理について、あ、これはこういうことを意味してるんじゃないかなっていうのが他にもいろいろあるんで、そういったものも喋っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ぜひ僕の意見がそうじゃないかなとか思うような方がいたら高評価お願いします。映画ブレードランナーでした。それではバイバイ。はい、次回は、なぜジャングルレストランなのかをお話ししたいと思います。バオバブー。チャンネル登録はこちらから。